1日でテーブルマナー全部できてお客様が満足できるかって言ったらできないんで、まあいいイメージないし、ホストなめんだよって正直思ってる。湘南美容クリニックナンバーワンドクター名倉医師、彼はファイブとタッグを組み多くのホストたちを手掛け、ホストたちの売り上げを飛躍的に伸ばした。しかしまだ見ぬホストの本質をより理解するため、名倉医師自らが歌舞伎町のブラックジャックとして一夜限りでホストとなることを決意。営業開始から瞬く間に満席となり、超特急で流れる時間、飛び交う高級ボトルとシャンパンコールにシャンパンタワー。しかしキャストとの意識のズレから生じるトラブルも発生。衝撃のラストには一撃1500万を売り上げる超新星が現れる。売上記録さえも塗り替わった圧倒的一夜をホスト TV が一挙独占放送。営業開始早々、女性たちの黄色い歓声が店内に響く。店内では開店早々各所でもシャンパンのオーダーが入り、大成功と言ってもいいほどの活気に包まれていた。しかしこの状況に不満を持つキャストもいた。あんまり今日の企画というか名倉先生のことをあんま腑に落ちてないっていうか、ホストってね覚悟決めないと絶対売れる職業じゃないですし、なんか遊び半分で来られても、まあ僕多分僕以外に思ってるキャストもしかしているかもしれないですよね。それってでも言えるかって言ったらもちろんね言えない状況だと思うんで、まあ、そこをね僕が、まあ、先陣切ってこういう場で言うことが大事なんかなって思ったんで、ごめんなさいね勝手に裏呼び出して申し訳ないですけど、ホストとしての立場、はい、まあ、意見ですよね。そうですね、一ホストとしての意見、はいはい、こういう意見もあるんだよっていうのはやっぱり、はい、ちゃんとね残してる方が、言えない人もいると思うんで言った方がいいんかなって、多分みんな覚悟持って絶対やってるんで、僕もそのうちの一人なんで、まあちょっと機会あれば名倉先生も多分真剣さはあると思うので、はい、あ、はい、ちょっとその辺も見た上で最後。そうですよね、まあ、はい、表面上だけじゃ分かんないんで、はいはいはい、まあ、話したりとか、はい、僕も名倉先生とお話する機会そこまでなかったんで、だからまあ一回ね、まあ、今の第一印象としては、はいはいはい、もうきっぱり言うんですけどあんま良くないなって思ってるんで、そこは吉さんらしいと思います。あの縦のいつも明るくて、はい、すごい一生懸命やってくれてたから、はい、今日なんかカメラ回ってもあれってちょっと思ったんですけど、いや逆にそれを表情に出してる時点で僕ホストとして失格なんで、ちょっとね切り替えてやっていこうと思います。すいませんでした。いやいや、とんでもないです。わかりました。本音言ってくれてありがとうございます。いや、すいません、はい、申し訳ないです、はい、そして店内へ戻るよし。しかし彼の席で彼の不満は爆発する。正直今回のことに対してあんまよく思ってなくて、まあ、ごめんなさいねこんな感じで言ったんですけど、まあ、僕らも真剣にホストやってる中で、まあ、1日でホスト全部できるかって言ったらできないじゃないですか。社長わかると思うんですけど、まあ、最近 YouTube とかでインフルエンサーが急に入ってきて1日だけホストやりますとか、でもたった1日でテーブルマナー全部できてお客様が満足できるかって言ったらできないんで、まあいいイメージないし、ホストなめんだよって、まあ、正直思ってる。率直に聞くんですけど、名倉先生ってどれぐらいの覚悟でこの5で来てるんですか。僕にできることが少しでもあるんじゃないかなと思って。少しとかじゃないですよね。そういう覚悟でホストを始められても僕だって本気で覚悟を持ってこの職業をやりに来てるんで、生半可な発言されると少し困るんですよ。まあ、まあ、もちろん分かるんですけど、発言が入ってもらってる中で思ったこと言わないとお客様全員が満足するかってしないと思うし、いや、もう言ってることは私の通りだと思うので、はい、僕が今本当に少しでも力になればと思ったんですけど、はい、いるだけで邪魔だよっていう意見はちょっと想像してなかったので、はい、ね、そういうことにも、まあ、あるのかなっていうのが今本当に、そういうところまで考えれてなかったんで、じゃあ考えれませんでした、結局ダメでした、責任取れと、例えばグラスこぼしたりとかして怒りました、このお客様来ません、その責任ってどうやって取るんですかって正直思うんですよ。どうしたんですか、本当に盛り上がってるんですか。僕はちょっと感情的になりすぎたんですけど、一瞬外していいですか。
思いの丈をぶつけ合い、席を外したヨシ。この不穏な空気は断ち切れるのだろうか。ヨシの席で動きがあった。ただ僕間違ってたこと言ってたなと思ってめちゃめちゃ恥ずかしいんですけど、名倉先生の接客とかお客様に対する向き合い方とか、多分ね、ホストに対しても、まあ、もしかしたらお酒苦手かもしれない中で必死に頑張ってらっしゃるなって思ったんで、まあね、僕自身も反省しながらちゃんとお詫びしたいなって思ったんで、僕ができるのって今姫様にお願いして名倉先生に対するお詫びじゃないですけどね、あとマイクで伝えたいなと思ってるんで、今日はですね、まあ、2人のいい日に呼んでいただいてとても嬉しく思います。ウッサンの、まあ、本気がすごく見えましたので、僕もそこから、身が引き締まる思いで、やらせていただいています。業界は違えどですね、やっぱ本気で頑張ってる人の気持ちっていうのは僕すごく伝わりますので、まあ、そういった気持ちが現れるっていうのは僕にとっては嬉しいことだったので、やっぱりどんな業界で本気でやってる人のところには人が寄ってくる、幸せにすることができるっていうのをヨシさんは見させてくれましたので、今後とも業界違いのところの場を良くするというところで一緒に頑張っていければと思います。一応ありがとうございます。ありがとうございます。まずは姫様素敵なね頭の上でありがとうございます。そして永瀬先生、はい、さっきは本当にすみませんでした。めちゃめちゃいい人やないか。よかったよ。本当さっきのヨシ芝居てください。すみませんでした。やっぱりね、今日はドレスコードがピンクってところで、はい、姫様にお願いして、ちゃんと和解した方がいいよって、名倉先生めちゃめちゃいい人やから私も顔が出るしって言ってくれて、姫様に対しては頭上がらないですし、やっぱりね、僕も名倉先生の接客態度とか今の動きとか見てて、すっごい尊敬する部分もありましたし、僕自身も学ぶことがたくさんありました。姫様ありがとうございます。いや、ありがとうございます。あ、よかった。コロコロ変わってるなんか変なやつですけど、名倉先生の整形は最強だよ。一緒次回、この日のナンバーワンをかけた熾烈な売上バトルが勃発。この店を代表して名倉さんにお礼を言いたいなと思って、今日これをお渡しいただきました。この一夜が伝説となった理由がここに明かされる。歌舞伎町一夜限りのブラックジャック、お見逃しなく。トップダンディ5では共に働くスタッフを大募集中。トップダンディ5ではあの湘南美容外科ナンバーワンの名倉石専属執刀による整形を無料で受けられます。ぜひふるってご応募ください。